通園通学バスで、うん、卸し忘れかの事件があって、なんかすごくやりきれない気持ちになりますね、あれね。事故を起こした後のその幼稚園の対応もね、なんだか腹立たしいもんがありましたね。これ前人体調査が出てきて、より落としがあったみたいです。僕らも送迎やってるから、はい、決して人事じゃなくて、はい、十分あり得ることですからね。どんだけ体制を整えててもやっぱりエラーって起こると思うんですよ。まあ、もし自分たちが取り残されたりした場合にどうやって対処していこうと思いますか？お二人携帯電話持ってるけどね、はい、携帯を持っていれば外に連絡が取れると思うんだけど、もし携帯持ってなかったらどうしたらいいでしょうね。車の音を鳴らすとか、クラクション鳴らす、うん、あ、いいですね。クラクション鳴らして、うん、知らせ外に知らせる、うんうん、持ってた、うん、運転手さんが置いてる、それ助けたいばって言います。あ、運転手さんに自分から訴える。しかし自分で AI とか会うで、うん、問題があるんです。そうですね。窓を叩く、あるいは声を出す、うん、人にいることを知らせることですね、うん、そうですね。でもその動かない人たちもいるし、声が出ない人たちもいるし、普段は声が出るけどちょっとそういう緊張状態になったらいつもできることができないという場合もあるからね。テレビとかで乗るときに靴を脱いでね乗るっていう、そしたら出るときに靴履かんといけんから、それでねちゃんと人数確認もできるって。帽子を渡すとか、まあ、そのものでちゃんと確認できるようにねするとこもあるそうですよ。今はそういう携帯のアプリとかね、ああいうので出席確認を取るところもあるんだけど、まあでもアプリだけに頼ってしまったらやっぱりああやってミスが起こるんで、やっぱ最終的には人がやらんといけんっていう、ね、僕らもミスを少なくしていくっていうのが必要で、ハインリッヒの法則っていうのがあるんですよ。一つの重大事故が起こったら、その重大事故の裏側には29件の軽微な事故があって、さらにその裏には300件のヒヤリハットが存在すると。つまりいろんなミスが積み重なるとさらに大きな事故につながるっていうことなので、じゃあ日頃から何をすればいいかって言ったら、ちょっとドキッとしたなとか、ちょっとヒヤッとしたなっていうことは、こういう場合はどうしたらよかったかなっていうのを検証し合うっていうのが、まあ、大きな事故を未然に防ぐっていう、まあ、第一歩だということなので、どんどん情報交換していきましょうということですね。例えばちょっとつまずいたとか、そういう瞬間であるでしょ。つまずく回数が多くなったら今度はこけるっていうことになる。さらにこけて例えば頭打ったとかなって重傷の怪我を負ったとか、最悪の場合は死亡したとか、つまずいたっていうところは気にも留めないことかもしれないけど、なんでつまずいたんだろうっていうのを追求していくっていうのがね、まあそういう気持ちが少しあれば大きな事故が防げるかなと思いますんで、じゃあそういうことで、じゃあみんなで、はい、気をつけていきましょう。真面目な回やったら全然喋らない。